第26回 ITTF アジア卓球選手権大会、9月3から10日、韓国、ピョンチャン、5日、女子団体準決勝で日本、世界ランク2位、が中国、同1位、2マッチカウント0対3で敗れた。ライブ配信、第26回 ITTF アジア卓球選手権大会、9月3日、日曜日から10日、日曜日開催。結果速報。 トーナメント表前回不参加の中国が予選から勝ち上がったため、このラウンドで実現した事実上の決勝戦。昨日1ゲームも取れずに中国に敗れた男子の借りを返せるか。第1試合は全日本3冠の早田ひな、日本生命、世界ランク7位、が世界女王の孫栄さ、同1位、と対戦。バックを攻められる早田はなかなか得意のフォアを触れず、第1ゲームを6対11で失う。 早田も第2ゲームは終盤に追い詰め8の10まで肉薄するが、次の1本で両サイドを突かれて8の11で落とす。3ゲーム目は強打構成で早田が6-4までリードするも、孫に6連続失点で6の12。早田も10の1 2に追いつくが、再び1-2から14と突き放されて敗れた。第2試合は平野美宇、木下グループ、同14位、と東京五輪2冠のチーム、同2位。 との一戦。平野は縦回転系サーブから優位を作り、打ち合いでも上回って11対7と先制する。だがチームは一歩下がって平野の攻撃を防ぐ。ロングサーブでも押された平野は2ゲーム目を3対11で失い、その後もミドル攻めで失点。平野は横回転系サーブから打開を図るが次も7対11で落とし。 4ゲーム目もラリー戦をことごとく取られて5、5の11で敗戦した。3試合は伊藤美馬、スターツ、同8位、土地印行き同、同4位、の対戦。過去1勝5敗の難敵は伊藤のバック側を攻め続け、バック対バックでも優位に立たれて6の11で先制される。第2ゲームはリスクを背負って強くレシーブする伊藤。だがミスも出て、 さらに空いたフォア側を疲れて4の11で落とす。3ゲーム目もなんとかチャンスを作って打ったスマッシュをカウンターされるなど、反撃及ばず3対11で奪われて敗れた。これで男女とも中国の壁に阻まれて敗北。奪ったゲームは平野の1ゲームのみに留まった。